サインバレーボールにおけるセッターはトスを上げる役目の選手である。セッターはボールに素早く反応してトスアップを行うための敏捷性とプレイの正確性、長く高いトスを上げることのできる筋力、さらには試合全体を見渡しゲームをコントロールできる対局感と冷静さ、リーダーシップなどが要求される極めて重要なポジションである。バックトスやジャンプトス、クイック、 平行トス、バックアタックへのトスなど様々なトスに対応する幅広い能力を求められる。複数のスパイカーを使い分けながらゲームコントロールを担うポジションであることから、セッターはバレーボールにおける指令等と表現される。チームを構成するポジションの中で最も高い運動能力が要求されることもあり、一般には中型の選手がセッターを務めることが多い。 全日本男子チームにおいても、ミュンヘンオリンピック金メダリストの猫田勝利や、ロサンゼルスオリンピックチームのセッター古川康氏など、180センチメートル前後の小さな選手が務めることが多かったが、身長188センチメートルのマナベ・義のように、近年はやや大型化の傾向も見られる。女子全日本チームにおいては、モントリオール五輪金メダリストの松田のりコや、 ロンドンオリンピック銅メダリストの竹下義恵は身長1 7 0センチメートルに満たない小型のセッターであった。ソウル五輪、バルセロナ五輪に出場した中田美は1 7 6センチメートルと女子選手としては高身長のセッターとして活躍した。近年はコートをスロットと呼ばれる領域に分けて戦術を考えるのが一般的である。ネットに生態した状態で 幅方向に9つに分けられたエリアのそれぞれがスロットであり、個々のスロットは幅1メートル長さ3メートルエリアからなる。一般的にセッターは左から6番目、右から4番目の0スロットと呼ばれる位置でセットを行う。そしてセッターに近い側からレフト方向に1から5スロット、ライト方向に AC の3スロットに対してファーストテンポ。 セカンドテンポといったトスを供給する。本来、スパイカーへのトスは前日のレイスロットのネットから1メートル以内程度の位置から供給されるのが理想的であるが、レシーブの状況によってはネットからかなり離れた位置からトスアップがなされることもしばしばである。このようなケースでは、通常のレフトやライトへのトスよりもやや高い、トスイコールハイセットが選択される。 かつてはセッターに加えてオポジットの選手が補助的にハイセットを上げることが多かったが近年はオポジットの攻撃力が高まったことを背景にリベロの選手がハイセットを担当するケースが増えたリベロはアタックラインにより前でオーバーハンドのトスを上げられないためそういったケースではアンダーハンドでのハイセットとなる一般的にはサードテンポの攻撃イコール ハイセットからのスパイクと考えて差し支えない。なお、現在におけるハイセットは、いわゆるネットから離れたエリアから供給される二段トスと、ほぼ同じ意味として使われるが、厳密には、ハイセットは高いトスの意味であり、両者は完全に同義ではない。実際、バレエの高速化が進んだ近年では、セカンドテンポや場合によっては、ファーストテンポに、 極めて近い球出しの二段トスがスパイカーに供給されるケースが増えた。主にセッターがトスを上げると見せかけてそのまま攻撃に転じる戦術を指す。片手でフェイント的に行う場合もあれば体勢を入れ替えて強力なスパイクを叩き込むケースもある。また両手によりパスアタック的に相手コートの空いている場所に落とす。戦術もツーアタックの一種と言える。 後衛のセッターはネットの高さを超えて攻撃ができないため、ツーアタックはセッターが前衛でトスアップを行う場合に限られる。もちろん、セッター以外の選手がツーアタックを行うケースもある。ツーセッターとはバレーボールにおける戦術の一つで、2名のセッターを置くフォーメーションのことである。対角のポジションに入る2名のセッターは、前衛ではスパイクを、後衛では トスアップをそれぞれぞ行う一般のツーセッターシステムでは、2人のセッターは前衛でライト側に回るスタイルが取られるが、センタープレイヤーの2人がセッターを兼ねる形のツーセッターシステムも存在する。また、2人のセッターが必ずしも体格を構成しない特殊なフォーメーションも試みられている。例えば1979年に藤沢商業高校が 春高バレーで全国制覇を果たした時のチームは古川康氏がエース剣セッターでありもう一人のセッター吉田と非対角の2セッターシステムを組んだ2セッターシステムでは基本的に後衛のセッターがトスアップを担当するためサーブレシーブが高く返球された場合に2アタックを使うことができないまた2名のセッターでトスのスタイルが異なる場合には スパイカーとのタイミングを取りづらくなるといった問題もある。しかしながら常に前衛の3人を攻撃に使えるというメリットは大きく完全に機能すれば非常に強力な戦術となり得る。大型の選手によるツーセッターシステムはこれまで全日本チームにおいても幾度か試されており、かつては藤田幸光や祖父子氏、熊田やスリらをツーセッター要員として要請しようと試みたが、 成功しなかった。全日本女子チームでも、カノマイコや木村沙織がスパイクの打てるセッターとして期待された時期もあった。基本的に、ツーセッターシステムは選手育成が非常に難しく、近年においても積極的に導入するチームは少ない。国際大会においては、キューバの女子チームがツーセッターシステムを好んで採用している。ちなみに、小学生や、 中学生チームなどでは、前衛選手によるツーセッターシステムが取られることもある。このシステムの場合、前衛のスパイカーは2名に減るものの、2アタックが可能となることや、スパイクレシーブからのトスアップが容易になるといった利点がある。先にも述べたように、バレーボールにおいては、スパイカーと比較してやや小柄な選手がセッターを担当することが多いため、セッターが前衛に回った、 イのブロックが常に問題視される。相手のアウトサイドヒッターが、レフト側から攻撃する際、一般的なフォーメーションでは、ライトの位置にセッターを置く関係上、どうしても、ストレート側のブロック力が低下する。この問題を解決すべく、トップレベルのチームにおいて、セッターの大型化は常に議論に上る。また戦術のツーセッター導入の必要性もしばしば、議論される。 しかしながら、歴史的に見てもセッターは、動きが機敏で、プレーの正確性が高い中型の選手についたの、蝶があり、セッター大型化の議論は、ある意味で永遠に、結論の出ない問題と言っても、過言ではない。このブロック力低下の問題を補うため、チームによっては、相手のハイセットに対して、セッターを外して、アウトサイドとミドルの2名がブロックに飛ぶ。 あるいは前衛に回ったセッターをあえてレフト側に置き、アウトサイドヒッターをライト側に回して、ブロック力を強化するなどの対策を行うチームもある。また、ワンポイントブロッカーとして、ブロックの得意な長身の選手をセッターと交代させて、ブロック力を補う戦術もしばしば用いられる。w i k i デ e d i a ンズには、セッターに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。